水崎基一9月28日から1937年11月29日は、日本の経済学者、教育者、同志社大学経済学部教授を経て、浅野総合中学校初代校長、クリスチャン。なお、書、監視、短歌の画号は、農家は、旧会地学校1871年9月28日、7月の、 廃藩地県直後の松本県筑区間北深重芸町に旧松本藩市、水崎コーテルの長男として誕生した。廃藩地県の混乱と大家族だった水崎家の困窮の中で、1878年、2年前に、新校舎が建設された文明開化を象徴する海地学校に入学し、松本新聞社に勤務しながら苦学して通った。1883年に、 旧姓長野中学に進学、一年修了の頃、小木曽小吉弁護士の所生となり、二年余り、毎日祭事を清書して、学士を得た。1886年、税務所勤務の父交渉の静岡転勤を機に、静岡に移り、静岡安政一丁目南浦町にあった、松下の元が開館していた、各種学校の文部館で、英語、数学、漢学を学んだ。 当時、静岡人情中学校の生徒だった、13歳の上田聡氏も、同年文部館で、松下の教えを受けている。偶然に、キリスト教に接し、静岡バンドが源流となった、静岡メソジスト教会に通い牧師や宣教師の教えを聞くうちに、感ずるところ深く、それも教会に入りて、前進を得、誘惑に打ち勝ち、まさしき生涯を送らんと欲し,し、入会を決心し、 1887年6月に同教会でカナダメソジスト教会の宣教師キャシディより洗礼を受けた。同志社キャンパス。1886年同年6月に伊豆国二良山中学校に進学。そこで徳富祖法の将来の日本を目にし、1875年に京都にキリスト教精神に基づく同志社が新島城により設立されたことを知った。 1888年6月に単身上落、同志社大学の前進校の一つである、同志社普通学校に入学、校長、新島城から直接教えを受け、深い警護の念を抱いた。同年11月には、新島の起草による、同志社大学設立の C が、双方の国民の友をはじめ、全国の主要な新聞や雑誌に発表された。 しかし大学設立のための募金集めに奔走していた新島は1890年1月に神奈川県大磯で亡くなった。七条駅から新島邸までみぞれの降る中、水崎は多くの学友と共に棺を運び、埋葬の際は若王子山城の墓地まで棺を担いで登った。縁あって1890年から卒業まで滋賀県知事中井博士から 学士の給与を受けた。後に、学士の元理を揃えて、中井の遺族に返済したが受け取らなかったため、1905年に、中井奨学金と名付けて同志社に寄付した。中井奨学金は、同志社の最初の奨学金である。1893年に同志社を卒業、父としたい毎週土曜には、青団公論を拝聴した恩人の中井の紹介で、 祖宝の国民新聞社に内定していたが、思うところあって同志社卒業生の例に習い、北海道州次官の教会士になることを決心した。中江も心よく賛成し、北海道長官、北垣国道に根節丁寧な紹介状を書いてくれた。7月の別れの際に、中江は一枚の写真と、勘ゆえにと着用していた黒紋付きを脱いで渡してくれたが、これが永遠の別れとなった。 水崎は8月にカバト州時間に協会主として赴任した。日本で最初に韓国改良問題を取り上げ、1876年に内務卿大久保利道に調査意見書を提出した日本における韓国改良の父と称される米国人選挙医、ジョン・カッティングベリーは早々期の同志社の教団に立っていたことがあり、同志社卒業の社会事業家の多くは、 韓国改良事業を出発点としている。カバと州時間同乗当時北海道では、明治政府の北海道開発計画及び、ロシアの闘進に備える防衛政策と萩の乱、西南戦争等の士族反乱やカバ山事件、秩父事件をはじめ自由民権運動による政治犯を含む囚人の激増が結びつき、内務卿山形有友の応報経論に基づく。 区域本文論の強い影響力によって人権を無視した非道な囚人労働による開拓が行われていた。初のキリスト教系教会士の原田根明は1888年、次に空奇襲時間に赴任した同志社 A 学校別科進学科卒業の留岡康介の尽力で進学を学んだ同志社卒業生が教会士として次々と招聘された。 1893年8月にカバト州次官、1895年に釧路修次官に赴任した水崎は、同志社卒業の教会士と共に、監獄改良や囚人の教家全道に、キリスト教人道主義の立場から献身的に取り組んでいた。1894年の水崎の日記によると、2月にエルマイラ管下監獄の修法を読み、得るところたく、3月には、 浮キタカズから同勘国の書籍を贈呈され、一層奮起、勉学するの必要を感じている。四月二日の日記では、吉田昌院殿が到着し、喜び何ぞ大変やと記し、独語は涙を禁じえなかった。米国マサチューセッツ州のエルマイラディフォーマトリーは、体育、地域、実学の三位一体教育を導入した、勘歌主義の先駆的施設で、1895年に、 留岡が視察し、院長のゼブロンブロックウェイへの教えを受け、犯罪者に懲罰を与えるよりも保護、教育して構成させる、看過事業に転じるきっかけとなった。後に、日本社会事業の父と呼ばれる、メソジスト協会の伝道師、育英の高い幸は、1894年と呼び、横浜、熊本、札幌の日本プロテスタント三大バンドと同等の評価をしている。 原が結成した道場会は1892年に囚人を対象に文書による教会や教育を目的に雑誌、道場を1894年には監獄管理向けに月刊誌、国事総書を発行したが記事の内容は事前事業や公生保護事業などに関するところも少なくなかった。キリスト教系開始たちの多くは監獄改良や教会事業を 出発点として、後に官家教育事業や社会事業、教育に携わることになった。しかし1894年8月から翌年にかけて起きた日清戦争により、民族主義が高まると、キリスト教への反感の風潮が起き、キリスト教精神による教化を進めた北海道、終時間かばど盆館の大の上明然天国に、不敬の風評が広がり、 1895年に、被職員顔免職となった。公認の石沢金吾天国は、新州大屋派の僧侶を教会士に採用し、原、水崎、牧の山本らキリスト教系教会士たちは、声明文を発表して11月に連米辞職した。辞任後の11月27日、永久、安秀二郎の日誌によれば、水崎は山本徳直と共に、 釧路の春鳥アイヌ学校を訪問し、生徒の学業や性質投資時のことを筆記している。台湾総督府庁舎1896年4月に日清戦争の結果、新国から割上された台湾の総督府に通訳の任務を命じられた。職名は台湾総督府民政局内自家通訳事務、職宅である。第二代台湾総督の桂太郎。 第三大総督のヌギマレスケや1898年、明治31年から1906年まで、台湾総督府民政長官を務めた、後藤新平、三好重道らと交流し、後藤と知域の浅野総一郎と知り合うきっかけとなった。同年6月に、杉村深市外事課長の下で、近藤健次らと共に、総督府総務部外事課勤務を命じられた。同月には、 ウリン事件が起きている。12月に1ヶ月間、アモイ、千頭、香港、関東に、私費旅行を試み、欧州列強の動向を観察して、英国人の実利的な企業家精神に敬服し、大英帝国の都、ロンドンを実際に見てみたいという思いを強くした。1897年9月に再び、中国を巡遊し、11月から3ヶ月間、 司法省法律顧問の英国人、ウィリアム・ M ・ H ・カークウッドに随行して、台湾全島を巡視し、統治の実情を詳しく調査した。また、台湾総督府勤務の3年間に、日本キリスト教会の河合亀助牧師の下で、日本人及び台湾人に布教活動をした。ハリントン1899年4月、台湾総督府を辞し、5月に英国に留学、9月に エディンバラ大学に入学し、1901年6月まで政治、経済、歴史等を研究した。さらに、同年9月から翌年の6月までロンドンスクール・オブ・エコノミクスで勉学した。英国留学時代の英文の日記によると、1901年8月16日にサマースクールの学生たちとジョン・ノックス、サミュエル・スマイルズ、 トーマス・カーライルの生誕の地であるスコットランドのハディントンに旅行し、自らの人生で行動力の源泉となり、励ましとなった、自助論の著者サミュエル・スマイルズを訪ね、深い感銘を受けた。8月24日には、長官で、ドレフィウス事件に関する記事を読み、ドレフィウス隊員は予想に反して、再び有罪になり10年の実刑判決を受けたのを知り、フランスは、 絶望的な状況にあると記し、9月13日の日記では服役中の体調が優れないドレフィウスの回復を願っている。3年間に及ぶ留学の期と数年前に開通したばかりの西シベリア鉄道に乗り、日露戦争前のロシアの状況を、同郷の情報商工でシベリア短期横断をした福島康政に詳しく報告している。 東洋汽船の天洋丸1902年8月、英国留学から帰国し、9月に、後の浅野財閥の総水で、京浜工業地帯の生みの親と言われる、浅野総一郎が1896年に、渋沢栄一、安田善二郎、福沢桃助らの出資を受けて設立した、東洋汽船に入社、実業界に転身した。また、後に拓殖大学となる。 東洋協会専門学校の講師も兼任し、植民史の講義をしている。東洋汽船では、秘書として、浅野に親しく接することになるが、浅野も水先の人物を信頼し期待した。1906年には、東洋汽船顧問として、浅野関ゆぶぎ市長の近藤愛次郎と共に、浅野の夢だった船を従来の石炭に代わって、重油で動かすために、 原油を米国から輸入する目的で渡米して、石油事業を視察している。1908年3月、東洋汽船を退社し、4月に同志社、専門学校経済科教授研修人に就任した。東洋汽船に比べ、かなり発給だった、同志社への転籍の理由は、ビジネスが、勝負に合わないことばかりではなく、新島城の没後、中心柱を失い停滞の淵にあった。 同志者を、新島の意志を次再建する運動の一翼を担うためだった。1889年に大日本帝国憲法が発布されると、国家基盤が安定すると、王家主義一辺倒に反対する国粹主義的排外思想が台頭し、とりわけ1890年の教育直後の交付は、キリスト教主義学校に打撃を与えた。官立学校には認められた。 徴兵猶予の特典も与えられず、同志社では生徒数が激減し、1908年になっても専門学部では生徒数が増加せず、大学認可も資金不足によって頓挫した。同志社の再建と大学認可には、大学基本金、教授組織の充実、教室などの教育施設や図書館の完備が必要だった。 新島城没後20周年にあたる1910年に開かれた交友会全国大会において、高素新島の意思を実現すべく、大学基本金30万円の募金が決議された。これを熱心に説いたのが、かつて同志社へ学校に在籍し、新島が同志社に残した十箇条の遺言を、枕元で、口実筆記した徳富祖宝であり、祖宝とも親しかった水崎や、 同級生の古谷悲惨な三宅喜一たちだった。政経学部主任の水崎は募金を直接担当することになった。日本全国はもとより中国、日本の植民地だった台湾や朝鮮、旧満州までも学友をはじめ各方面へ募金集めに奔走した結果、募金は目標額に達し、 また教授組織の充実と教育施設の完備にも指導力を発揮し、1912年、ついに専門学校令に基づき文部省から、同志社大学が認可された。原田助社長、普通学校教頭の畑野の正根、進学部主任の日野正三良と共に、水崎は、同志社復興運動の中心的役割を果たした。明治の中頃から大正にかけて、 京都在住の長野県出身者が、品濃会を作り、会員総合の親睦を図り、故郷を離れて、京都で学ぶ学生の世話をした。主な会員には、水崎のほかに、京都帝国大学の青柳英治、西人の食器技師、伊沢新三郎がいた。1915年の大正天皇ご大天の年は、佐久間正山の京都での巡覧50周年にあたり、 死な会が昭山の遺跡を表彰することになり、水崎と同じ松本北福市出身で、京都帝国大学総長として赴任した沢柳正太郎が、会長、水崎が実行委員となった。昭山先生遺跡表彰会が混流した昭山先生遭難碑は、中京区木屋町通りを池登る、に現存している。大正初期の同志社キャンパス同志社時代、水崎の家は、 下鴨の下鴨神社の裏手にあった。そこでは家族のみならず、親類、学生時代以来の友人で同志社幹事近藤健次の長男、新一郎、書生など絶えず何人かが寄宿しており、時には区学生や一般学生、特に同志社協会員を家に招いてご馳走をしたり、不老化し、病気の時は静養させた。1915年5月から1919 19年3月に、 京都を去るまでの約4年間、自宅で子供のための日曜学校を開いたが、賛美歌合唱の際は後に、日本キリスト教団霊南座科協会のオルガニストになり、教会音楽の作曲家として体制した、同志社大学経済学部在学中の大中ナトラージが指揮をした。島崎東村の死に1936年に、大中が曲をつけた、歌曲、ヤシの実は、 同年7月に東京放送局から1919 19年まで第7代総長として12年間にわたって在職した時期に同志者は目覚ましい発展を遂げている。原田は欧米を歴訪し初大学で講演して1910年にエディンバラ大学及び新島の母校のアマースト大学より名誉学理を送られるなど欧米における同志者の名声を上げ、 1912年には、専門学校令により同志社大学及び女学校専門学部が設立された。しかし同志社に多大な貢献をした原田は、公園等で学校を開けることが多く、学校での職務を十分に果たすことができなかった。原田を支持するグループと、専務理事、大学長事務取扱い及び女学校長として、実務を担当した、水崎や ソホーラのグループの間で対立が生じ、理事会、教職員、学生、同窓生までも巻き込んだ紛争となり、1918年1月、水崎、畑野、日野ら教職員と六理事及び、幹事の辞任、そして翌年の原田の辞任へと展開した。インディアナ州実業家として成功していた、浅野総一郎は、実学を身につけた人材の育成が、 産業化が進展した日本にとって重要な課題であることを痛感し、自らの資金で学校設立の希望を持っていた。1918年、同志社を辞任した水崎を東京三田札の辻の浅野邸に招き、米国の教育制度の調査を依頼した。同年5月、早速水崎は渡米し、米国各地を視察して回り、シカゴの衛星都市で、 新興鉄工業都市のゲイリー市で実施されている市教育長ウィリアム・ワートによって推進されたゲイリーシステムを調査研究した。水崎は直接ワートに会って説明を聞き意見を交換している。ゲイリー市の公立学校は1915年に書かれたプラグマティズムを唱えた米国の哲学者、教育学者ジョン・デューイの明日の学校で 当時、米国各地で行われていた、進歩主義教育の実践例として紹介されている。竜医は1919 19年2月に来日し、東京帝国大学で8回講演し、4月19日の京都市公会堂での講演では水崎が通訳を務め、竜医夫妻を同志者女学校に招き、京都を案内した。ゲイリーシステムに基づく学校は、二重学校とも呼ばれ、 都市化と移民の流入による生徒数の急増に対して、教科の学習以外の行動、工作室等での特別活動やチームワークを覚え、心身の健康のために必要な運動や遊びに行っている間、空いた教室を別のクラスが使うように時間割を作ることによって、不足している教室を有効利用した。コミュニティとしての学校の中心となる行動は、合唱や演劇、スライド、映画、 文学作品の朗読、資格局をはじめ学内外の講師による講演等の様々な目的に使われた。また体育館、公道など学校と公会堂、劇場、コンサートホール、図書館、博物館等の市の施設を総合使用することによって公共性、市民性を養い、さらに勤労を重視し、学校に作った工場での木工、機械、電気、印刷等、 学校の農園での農作物の栽培、そして、保機、即機、裁縫、調理等の分野を超えた、多種多様な職業教育を導入した。無人の砂漠から急速に、産業としかした、ゲイリー市では30もの諸民族が集まり、中でも、文化、生活水準が低い南欧や東欧の移民が大部分だったので、平等で公共心の高い、自立した米国市民を育てるためには、 市民教育に重きを置く、市と学校が一体となった、教育制度が必要だった。横浜水崎は、ゲイリー市に1ヶ月余り滞在し、ゲイリーシステムを調査研究し、ついでハーバード大学で調校した後、1918年12月に帰国し、浅野に調査結果を報告した。浅野による横浜市の鶴見林海部の埋め立て事業が1913年8月に始まり、 鶴見から川崎にかけての京浜工業地帯には、1920年前後から、朝鮮半島や沖縄を含め、日本全国から多くの労働者が移住して、短期間に急速に人口が増加した、ゲーリー氏とよく似た状況になりつつあった。浅野は、水崎の報告を聞きながら、日本経済が発展するためには、米国のコンプリヘンシブハイスクールのような学校が、 日本にも必要との思いを強くした。1919年に水崎は東京工業クラブでゲリーシステムの学校についてという演題で講演している。総合中学の実現自筆の署名入り1920年、浅野は100万円の資材を投じてゲリーシステムを取り入れた新たな中等教育を目指す浅野総合中学校を横浜市の京浜工業地帯を眼下に見渡す。 内越の丘に設立した。初代校長には水崎が就任した。水崎は、浅野総合中学校設立主義に、志、須所箱の教育会の欠陥を補填し対象の、新時代に適応、する新教育を、接しただに知能の啓発のみならず品性を、東野市芸能を実習して労働の申請を体現し国民。 そして、翔太人として人生の意義を、感うせし面とよくするにあり、若しお取れ特色、として破体育を励行し相互扶助の共同生活を、干渉思工上を、節け科学教育を、実験的にせし語学教育を、実用的になし後期総合的の教育を、実践して常識ある有用の人材を養成しわが、国の中等教育に新生面を開館ことを期すと、決意を表明している。 水崎は、当時の中等教育の普通化は、一般教養に傾き、高等教育への進学準備教育の間があり、他方で、農、高、小の実業学校の職業教育は専門に分化しすぎている実情に対して、対象デモクラシーの時代における階級対立のない平等な国の視野の広い、中堅国民を育成するためには、 教養科目と様々な分野の実学を合わせ持った総合教育を人格確立の上で最も重要な中等教育の時期に行う必要があると考えていた。1937年11月に没するまで水崎は18年間校長の任についていた。学校創立後の校舎の整備、増築及び実習工場の建設に尽力中。 1923年9月1日の関東大震災で校舎が全開した。不眠不休の復旧作業の結果、1ヶ月後の10月1日には、山下の工場の仮校舎で半数の生徒、約250名に、寺子屋敷の授業を再開し、復興資金家府にあたり、文部省と粘り強く交渉して、学校の復興に全力を傾けた。 1926年には行動が1928年には記念館が落成している。多忙を極めた校長職の傍ら、異界用で苦しみながらも、神奈川県社会事業協会、横浜キリスト教青年会、青山会館、神奈川県内戦協会等の理事として社会事業にも携わった。学校での公民と就寝の事業。 英文の課外授業以外にも、夏休みには、浅野の大磯の別荘での合宿、土曜の晩には、立町の自宅の書斎で、バイブルクラスや中央会を開いて、生徒たちを導いた。1931年の満州事変、翌年の上海事変以後の日本の行動は、良心の痛むもので、最も必要な国民外交において、日本国民は、中国国民に、 親愛の情を表していないことを危惧していた。現、浅野中学校、高等学校の校訓は、校歌の歌詞にある、浅野総一郎の生きる姿勢を表す、九天重機と水崎の教育理念の愛と和である。水崎の墓は、遺言に従い浅野総一郎が眠る鶴見の総持寺に、そして新島城が眠る京都若王子さんの同志社墓地にある。いずれも墓姫は、 徳富祖宝の記号によるものである。水崎は、人生の折々に歌を詠んだ。没年の1937年当時、残されていたものだけでも100種を超えている。教会史時代の極利の目を見張らせた熱烈な演説、同志社教授時代の新島城が乗り移ったかのような、新島での情熱あふれる講義、浅野総合中学校の授業で歓喜はまってよく、涙をこぼし、晩年。 今日が乗ると監視を禁じたように、水崎は純情で熱い心を持った詩人だった。一時、敬遠派の流れを組む池袋政府に指示したことがあり、自分では古今朝と語っていたが、理知的で繊細、優美な古今朝の歌は数えるほどしかない。朝の総合中学校で古文を教え、水崎の歌を14年にわたって見てきた。後に、大正大学名誉教授になった。 石田吉定によると、水崎の歌は、上司から祈りへ、美から、生の佳境に至り、自分には無知、人には愛、神には感謝の経験な修道者の歌へと歩んでいった。京都下鴨1918年、水崎喜一高列右横浜1928年、水崎喜一前列右。ありがとうございます。